23年24年 V リーグディビジョン1女子 V です。エースになった長岡、よけようとして拾う、2枚ブロック必ずついていく今日のリバーレ。そしてアダムス、インナースパイクです。アタックラインの起用がかなり効いているように見えるスタミツクリックスです。期待するセッター栄のサーブ、オーバーで取るリバーレ。しかしここは188センチ高い入澤舞がラリーになるところ、長内が決めていきます。一瞬エアポケットができたような瞬間がありましたが、23対20。さあサーブは丁寧に出てきたいリバーレ、崩した。そして長岡のスパイク、ワンタッチがあります。の長岡美優のサーブ、ネットに帰らず5対20で久光スプリングスが取りました。第1セットとは違う展開、第2セット。ご覧の通り第3セットは28対26で日立アスタコリバーレが取りました。これでセットカウントは2対1で久光がリードしています。リバーレがテクニカルタイムアウトを取って3点のリードで試合が再開しています。ではここからは改めて VTV イージースポーツで日立アスタコリバーレ対久光スプリングスの試合を再度皆様にお話しいただきます。入澤がブロックについていく、もう1枚大外、奥もオーバー、このスパイクブロックが拾います。ここで入澤と野中瑠衣の2枚でアダムス・マッケンジーをします。日立アステモリバーレ、おさらいのサーブはサービスエース。ここリバーレが取り、セットカウント2対2とままにリバーレが取るか。まずは最初のサーブ、アダムスが取って栄、アダムスのスパイクで1点目。もう一度渡辺のサーブ、アダムス崩されたサービスエース渡辺、安心できないリバーレ、やはりサーブで崩しにかかる。一番外、取れなかった。13番の野中がどこに来るかわからない。狙いは西村、そしてサービスエース。最後は日立アステモリバーレ、お供えのサービスエースでこの試合を決めます。戦は第1セット25対22で久光スプリングス。第2セットもまず瑠衣選手、 VOM の受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合は秋田でのホームゲーム開幕戦ということで、たくさんのサポーターの方が、足を運んでくれました。いかがですか？はい、私自身この秋田が地元ということで、夏合宿でもチームもお世話になっていますし、本当にホームゲームで勝ちたい気持ちが強かったので、今日まず勝利できてよかったと思います。そんな試合の序盤ではリードを許すような展開がありましたが、そのあたりはどのようにプレーされていたんですか？本当に 1,2 セット目と苦しい展開が続いていてはいたんですけれども、本当に会場の皆さんの応援の後押しで勝てたと思います。ありがとうございました。瑠衣選手、試合は明日以降も続きます。明日以降に向けて何か一言お願いいたします。はい、個人的にも修正しなければいけない点がたくさん出た試合でしたし、今日は今日、明日は明日でしっかり切り替えて、また秋田の皆さんに、勝利を届けられるように頑張ります。今日はありがとうございました。佐江選手、今日の試合の感想をまずお願いします。今日は序盤から相手のリズムにこうやられてしまって、いい時と悪い時の差がすごい激しいゲームだったなと思います。そんな中で綾選手、非常にこう攻撃が、目立ったような印象を受けるんですが、その苦しいリズムの中でどのように意識していいテンポに変えていったんですか？
序盤はそのコンビが合わなくて苦しい展開があったんですけど、まあ、最後までこう諦めずにコミュニケーションを取り続けたというところと、後半少しだけ修正できたところはこの試合の良かったところだと思うんですけど、やっぱり序盤からしっかりいいリズムに乗るためにはそういう失点とかを減らしていかなきゃいけないと思うので、そういうところで試合をやりながらなんですけど、精度をもっと高めていけたらいいなと思います。さあ、今日の試合は秋田でのホームゲームの開幕戦ということで、秋田のサポーターの皆さんがたくさん会場に足を運んでくれています。明日も試合があります。秋田に足を運んでくれたサポーターの皆さんに一言お願いします。本日はたくさんのご声援ありがとうございました。明日もしっかり勝って皆さんに元気や感動していただけるような試合ができるように頑張ります。ありがとうございました。